どうもあえちゃんです今回なんですけども本日きっとアンドローのガチャが来ますと皆さん結構日にちが経ちましたよねもう約4 待ったのかなもう、楽しみで楽しみで、もう仕方ない方が皆さんいらっしゃるのかなと思うんですけれども、もう自分もその中の一人となっているんですけれども、本日はなんですけれども、こちらのガチャ、聞くべきか、それとも引いたらダメなのかって気になりますよね。もう今回そっちらについて話します。結論から申し上げますと、今、現時点では絶対 絶対に引かないでくださいまあ、なぜ引いちゃいけないのか今いろいろですねまあ、見ていたんですけども8月3日にですが今来ているキングのガチャ アンドダイヤがあの更新となっているんですけども木曜日となっていましてま8月3日何が起きるのかまだ分かりませんが何かイベントの更新が見込まれるのかなと思いますま8月3日の更新プラスですが8月の24日 になりましたら4.5周年のメインキャラクターが何か実装されるかと思われます。今ですけれどもトレクルではですけれどもなんと2課の実装を控えているんですよね まあ、バウンティーラッシュ自体ですが、まあ、トレクルと、あの、バウンティーというのは連携している関係で、まあ、トレクルが実装した後、バウンティーラッシュにも実装しますので、まあ、トレクル2課が実装イコールになりますが、バウンティーラッシュにも2課が実装するってお話ですよね。まあ、そうなりますと、今、引いてしまうと、皆さん、 ま、ダイヤがなくなってしまいますよね。まあ、ダイヤがなくなったら、まあ、ニカが欲しくても引けないですよね。まあ、ニカが実装するっていうのは100%と言い切れませんが、まだメインキャラクターが来ていませんので、引かないでくださいといった話になってしまうんですよね。まあ、皆さんですね、まあ、キットとかロー押しているのであれば、やっぱり押してるキャラクターと欲しいですよね。まあ、我慢できない方はもう全然引いてもらっても構いません。まあ、なぜ引いていいのか。まあも 強いで、すすしし、まあ、特性も見たとところもう文句ななののトップ3、まあ、それぐぐららいいいい争うめめちゃめちゃゃ強いのかなと思いますで実際リーグで使ってはいませんので、まあ、ランキングとしては1位になるのかどうかっていうのはまだ現状としてはわからないんですよね。まあ、実際使ってみて評価するっていう感じにはなるかなと思います。まあ、それについてはまたランキングとかも上げる予定ではいますので、まあ、ランキング上げた時はぜひ見ていただけると、 嬉しいなと思いますで。今回としては注意喚起として、あの、まだガチャは引いちゃいけませんといった話になりますね。もし引くのであれば、8月の22とか23あたりに決めてもらうのが一番濃厚かなと、個人的には思っております。今回の動画は以上となっております。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またな